沈むがいいさ、どうせオイラの土地じゃない。テレビの中から甘いささやきが、あんたの心を誘ってくるよ。あんたの好みも私どもにお任せください、間違いございません。一人になりたくて一人でいることに耐えきれないで、僕は街に降り市電に乗って辺りを見回した。出会ったみんなに話そうか、昔綺麗だった女の子、どんなに彼女を愛していたか、どうして別れたか。僕がどんなにうまく言えるかなんて思わないでくれ。一つのいさかいがもう一つのそれから別れになって、もっとうまいやり方があったかもしれない、
でももう遅すぎる。アパートの屋根で踊ろうよ、僕の夢があったところ。月日はぎこちなく過ぎてゆく。季節は行きたがらない。時には取り残されるものだと汚れたガラス窓が言う。でも誰かが話しかけてきたら聞いてやりなさいな。彼女がそうとしているのならそれはそれでいいのだが、1000万のあれかこれかだと地下鉄の壁が言う。一線の悲しみが全てだと鍵がカチャリとなる。驚いて見えないようにわからないと僕は黙り込み、彼女は壁に抜け道を見つけ上着を残していった。彼女がいつか帰ってくればと僕はそう思う。帰ってくるなんて信じないくせにそう振る舞っている。でもどの日にか彼女に出会うことがあったなら僕の言葉はこれだけ、君に会えてよかったよ。5月半ばの寒い日、友達と僕とは季節外れのストーブを取り出し、新聞はその寒さを説明していたが、そんなことは僕らにはどうでもよかった。僕らは嘘でないこと、本当でないこと、嘘でも本当でもないことを話していた。世界の終わりのように話し続け、最後の何時間かを埋めようとしていたね、佐久間君。テレビやラジオは嘘は言っていないが、本当のことは隠している、そう思えていた。僕らの頭の上をハエが飛び回り、その上をスズメが飛び、その上にミサイルが。一つの大陸から出た一つ以上のミサイルはもう一つの大陸へ10年か20年かけて飛ぶ。その間僕らは忘れ去り、気にもかけないで頭の上のハエの羽音に腹を立てている。僕らは部屋中ハエ取りリボンを張り巡らせる。天井から床へ、また天井へ、壁から他の壁へ。張り巡らしたリボンに面白いようにハエがつく。そして面白くないことに僕らもついた。髪や顔を絡め取られ、足を絡め取られ、胸や腕や腹や膝までも絡め取られた。
金縛りの僕らはそれでも幸せだったというのはハエだけはすっかりいなくなってしまっていた。5月半ばの寒い日、夜はいよいよ更けてゆき、ストーブはますます赤く燃え上がり、金縛りの僕ら、そして幸せな僕らは眠りにつく前に一杯のコーヒーを飲んだ。朝目が覚めたら行くとこ行って出すもの出して、それから一杯インスタントコーヒー、新聞広げて世界の事件にざーっと目を通し、いつでも美味しいインスタントコーヒー。世界の事件の渦巻く外の平和な部屋で、みんなの朝はコーヒーで始まる。さあ朝済んだら急いで支度だ、今日も遅刻だよ、何が何でもインスタントコーヒー。寿命が尽きてあの世へ行ってもまだあるかしら、どこでも美味しいインスタントコーヒー。地獄であったらもう一度一緒に歌おうじゃないか、カップ片手にインスタントコーヒーラグ。あの子はどこかへ消えていった、なぜかしょっぱいインスタントコーヒー。可愛くないし何にもできないあの子だったけど、たった一つの取り柄があった、たった一つのあの子の取り柄はコーヒーを入れること、とっても美味しいあの子の借りた式、いつかあの子が僕のところへ帰ってきたら、捨ててしまおうインスタントコーヒー。寿命が尽きてあの世へ行ってもまだあるかしら、どこでも美味しいインスタントコーヒー。地獄であったらもう一度一緒に歌おうじゃないか、カップ片手にインスタントコーヒーラグ。どんなに遠くさすらおうとも、もう思い出さないつもり。ふるさとへ帰ってみれば、よそ者のような気持ち、見慣れた街が見慣れた道が、
んなに遠くさすらおうとも、もう思い出さないつもり。近所の人たち顔そらし、額の裏ではそばなし。通り過ぎれば僕の背中に指さしささやくろくでなし。あばよさよならふるさとよ、さよなら臆病な町よ。どんなに遠くさすらおうとも、思い出さないつもり。昔通った学校の庭も今もあの頃と変わらない。どんなに遠くさすらおうとも、もう思い出さないつもり。泥水たまりに座ったような、そんな気持ちでいるのなら、どこか遠い知らない町に一人暮らしていたいもの。あばよさよならふるさとよ、さよなら臆病な町よ。どんなに遠くさすらおうとも、もう思い出さないつもり。
男と女の歌、この世じゃ決して決して起こらないことだと思い込もうとしていた君と僕、女の声がいつかしわがれてゆき、食いつなぐばかりの毎日でもいつか誰かさんと出会うだろうか。鈴木川の流れのところで、この広い世間よりすれっからしになって、思いっきりあくたれてみようか。それともチャーリー・フロイドのようにハニカミ屋の泥棒になろうか。流れる流れるあの川は今も僕のどこかに流れる。もうずいぶん遠く来てしまったのに、鈴木川の流れのところから。すかされてもね、これだけはどうかご勘弁。生きているのか死んだのか、どちらが頭でどちらが尻、ぐちゃりでぐにゃりでデロリンで、おいなんとか返事をしてくれろ。魚のフグにも毒がある、ましてわけのわからぬこれのこと、食べれば一頃に違いないのだが、まだそんな話は聞いたことがない。魚屋の店先通るたび、そのたびにこのことを思い出す。初めてナマコを食った人はむちゃくちゃ偉いと思うのだ。善良な市民方を聞いてくれ、僕の悲しい哀れな物語。法律を守れと教えられてきた、そしてその通りの僕だった。僕は法律に触れたことがない。ああ、それなのに法律が僕に触ってきた。今僕は牢屋にいる。それは去年の夏の日のこと。町は火になり、汗は塩になり、僕は石鹸と考え事をひとまとめにして風呂屋へ行った。その考え事さえなければ僕の悲しい物語はなかっただろう。着ていたもの脱いで僕は考え事したまま湯殿に入った。そして鳩ばかり気づいたのは、客たちの視線僕に突き刺さっていた。振り返ってみれば僕の姿、街を裸で歩くのだってあんなに恥ずかしくはないだろう。僕はシャツを着たままだった。いずれ
にしろこれが悲しかったわけではない。ところがシャツを脱ぐより早く大回りが来たんだ、裸になって、そして僕と来たら逮捕されたわいせつ罪の現行犯とやらで、手錠をかけられてはシャツも脱ぎやしない、ついでに隠すところも隠せない。がいずれにしろこれが悲しかったわけではない。警察では裸になれと言ったが、もともと僕は裸だったんだ。シャツの下を探られ、検査され、あくる日取り調べが始まった。お前は中川五郎の一味かとか、野坂昭之の弟子かとか、おまわりが言うにはこうなんだ、街を裸で歩くのが犯罪であるように、服を着たまま風呂へ入るのも犯罪だと。なるほど、それも理屈だと僕が言えば、バカにするなと言った。がいずれにしろこれが悲しかったわけでもない。それからおまわりの言うには、実はこれは別件逮捕なんだそうだ。で、本件が何だといえば、おめこ汁事件だそうだ。僕はよく覚えている、裏町の食堂松葉でなめこ汁読み間違え、おめこ汁って言ったこと。でも1年半も前のことなのに。で、その通り僕は言ったんだが、おまわりの言うにはこうなんだ。その時たまたま居合わせたおまわりが盗み聞きしていた。おまわりのくせに盗みをするとは太い野郎だと僕が言ったら、バカにするなと言った。おっかなかったから僕は叫んだ。おまわりさん、どうかおめこぼしを。で、その盗み聞きのおまわりっての、松本生まれの松本育ち、おめこ汁の意味も知らなんだ。知らないんで腹が立ったそうだ。ところが運悪く、つい最近大阪に一家で旅行して全てを知ってしまったそうだ。それから裁判が始まったんだが、僕の弁護人ってのは変な男で、演説が大好き。突然立ち上がっては1時間2時間3時間、これじゃとても勝てそうにない。検事が起訴状を読み出した。カッカクシカジカ丸丸三角、どうしたこうした、おめこ汁どうした。途端におまわりが飛び込んできた。検事に手錠をかけた。容疑はわいせつ罪の現行犯。裁判は来週になった。新しい検事が回されてきた。カッカクシカジカ丸丸三角、どうしたこうした、おめこ汁どうした。途端に新しいおまわりが飛び込んできた。新しい検事に新しい手錠をかけた。新しい容疑はわいせつ罪の現行犯。裁判は来週になった。以下同文。とうとう検事なしで始まったんだが、僕の弁護人突然立ち上がり、ここにいる諸君は性的に抑圧されている、だから例えば私がここで脱いでみせれば、あなたたちはここから出ていくだろう。ぬげぬげのヤジが飛んだ。被告席から、傍聴席から、よく見れば裁判官席からも。ここで引っ込んでは思想家の流すたる。彼は脱いだ。誰が出て行った。誰も出て行かなかった。彼一人が出て行った。それから出されてきた証拠品、食堂松葉の筆書き念だ。裁判官それを手に取り読んだ。おめこ汁80円か。無理もなかった。僕だって読み間違えたんだ。誰だって読み間違える。そして誰もいなくなった。いずれにしろこれが悲しかったわけでもない。そんなわけで僕は今も豚箱、新しい検事と新しい弁護士と新しい読み間違えない裁判官ができるまで、当分裁判始まりそうになく、いつ出られるのか見通しも立たない。で、何よりも悲しかったのは、僕は何度も脱走を試みてきて、その度に失敗してきたんだ。18回、27回、56回、いやもっと。今度こそ僕は失敗しない。僕は名前を変えたんだ。僕の名前はパピヨン。
初めて会った日君と歩いた、君と歩いたそれきりだった。赤い金魚がひらひら、黄色い金魚がひらひら、君と歩いた目とばがわ。宿女の皆様方、僕の話を聞いてくれ。長野の町を流れる川のほとりに男が住んでいた。ボロボロズボンに穴あき長靴、油まみれのよもぎ頭。その辺りじゃちょっぴり知られた男、彼のあだ名は憲兵五丁。憲兵五丁は死んじゃった。冬の河原で冷たくなって、一晩中もそのままだった。憲兵五丁はもういない。周りのヒトラーが作ってやった小屋に男は住んでいた。長野の町をうろつき歩いて、クズを集めて暮らしてた。雪買う人をとっ捕まえては、敬礼するのが彼の仕事。子供ら彼を見つけた日には、林立てずに丘なんだ。憲兵五丁は死んじゃった。冬の河原で冷たくなって、一晩中もそのままだった。憲兵五丁はもういない。戦争だかいかなんだか誰もちっとも知らなんだ。いつも汚い格好でいたことを気にする家族もいなかった。憲兵五丁が死んだ理由は、弾を食らったからじゃない、マラリアにかかったからでもない。さ、焼酎飲んで凍え死に。憲兵五丁は死んじゃった。冬の河原で冷たくなって、一晩中もそのままだった。憲兵五丁はもういない。男が死んだとびきり寒い夜、誰もさっぱり仲なんだ。新聞だって控えめにこう言っただけ。老人またもや孤独なし。彼がこの世に残したものは、みすぼらしくちっちゃなバラックと、飲み残したわずかの焼酎と、小銭で865円。憲兵五丁は死んじゃった。冬の河原で冷たくなって、一晩中もそのままだった。憲兵五丁はもういない。今朝も来た手
手紙が来た。うちから手紙が、手紙が来たよ。早く早く帰っておいでよと。今朝も来た、手紙が来た。早く早く帰っておいでよと。毎日雨が雨が降り続く。毎日雨が雨が降り続く。目の前かすんで手紙読めやしない。今朝も来た、手紙が来た。早く早く帰っておいでよと。くれ「どうすりゃいいのか教えてくれ」「どうすりゃいいのかね、うまくうまく折り合うってのは。今朝も来た、手紙が来た。早く早く帰っておいでよと。カスの綱渡りの見る夢なら、分厚い藁の寝床だろうか。海に漂う木切れのように、僕には休むところがない。
さまよう心とうろつく体が、風の中でヒューとなると、こんな夜は僕はまるでのことをすっかり落ち着けなくなったようだ。いい給料といい条件の仕事を探し、探してうろつき歩けば、どこでも忠告は同じ言葉で、そろそろ身を固めた方がいい。体を曲げ膝を抱え、街の陰に座り込むと、こんな街で僕はまるでのことをすっかり落ち着けなくなったようだ。ある日一人の女に恋をした、女は僕に恋をした、かけてもいい僕もこれで落ち着けると思ったのが大きな間違いで、いつまでたっても落ち着きのない暮らし、彼女もやっぱり休めない一人、こうして二人まるでのことをすっかり落ち着けなくなったようだ。長距離トラックよ、きしんで焦げるタイヤよ、ご機嫌よ、息を潜める田舎町よ、埃りの舞う夏の道よ、ご機嫌よ、通りで遊ぶ子供たちよ、優しく手をつなぐ恋人たちよ、こんな夜は僕はまるでのことをすっかり落ち着けなくなったようだ。そりゃ夢もあったし、望みも少しはあった。一角のものになるのは簡単なこと、そればかりが年老いて小さくなってゆく、おふくろの願いであった。どれだけ落ち着きたいと思ったことか、どれだけ休みたいと思ったかが、いつまでたっても僕はまるでのことをすっかり落ち着けなくなったようだ。
一夜に入れて